毎度、ルルカでござるよ。はい、セブンナイツ好きルルカのためのアリーナ動画です。はい、昨日の生放送でも話したんだけど、なんていうのかな。私は割とね、上昇志向が強い。このゲームにおいて。で、最初はね、アリーナだけ強ければいいっていうふうに思ってたんですよ。うん。まあ、個の力だよね。で、個の力が、強い、イコール、まあ、全部に、こう、通用するって、ちょっと自分では思ってたんですね。で、まあ、第一シーズンでお世話になったギルドで、500位ぐらいだったんですね、ギルド戦。まあ自分は自分で結構頑張ってたつもりだったんだけど、まあ結構やっぱり負けちゃうことが多くて、もっともっと強くなんなきゃなーとかって思ってたんですよ、勝手にね。うん。で、まあその中で、自分が結構やれちゃってるっていう感覚になっちゃってたってことだよね。うん。なので、ちょっと自分を叩き直したいって思って、まあ上位ギルドをちょっと、まあ、突っぱねられるじゃ、だろうと思ってたんですよ、俺は。いや、お前なんかいらねえよって言われると思ってたんですよ。だけど、ちょっとまあ、自分がどれほどのもんかと思って、まあ試してみたいと思って、ちょっと一丁上位ギルドを、もう叩いてみようかなって思って、で、最初にこう、思ったのが、まあ、アトランティスも募集してたし、リスキーも募集してたし、いろいろ募集してたんですよね。で、最初こう、ダメ元でアトランティス行こうと思ったんですけど、ちょっとね、メールをこう、リプをこう書こうとして、こう、チキって、まあ当時フレンドで、マリーゴールド所属だった、まあ今ちょっと、まあリアルの事情でやめちゃったんですけども、方に、ちょっとまあお願いして、マリーゴールドの面接を受けさせてもらえないかみたいな入れないかみたいな感じで、まあ、声かけさせてもらったら拾ってもらえたというところが、まあ、今の経緯なんだけど、まあ、実際マリーゴールド入ってやっぱり俺がやっぱりダントツで弱かったんですよね。うん。なのでまあ、すごいこうモチベーション上がったというか、まあ、やっぱりレイドやってなかったし工場戦雑魚だったし初級でも全然スコア取れてなかったんで、なのでまあ最初の1ヶ月、今もそうだけどすげえ頑張ったなっていう思いがあります。アリーナに必要なキャラ、今すぐ必要なキャラしか育ててこなかった自分が、まあマリーゴールド入って何体育てたんだろうな。死にたくなければ鼻からマジで来い。何体だろうな。まあ、直接レイドに、レイドじゃねえ、アリーナに関係ないキャラで育てたっていうのだけでカウントしていくと、まあ、武将でしょ、まず。で、リナ2、で、アリス3、で、ジーク4、セイン5。で、ジャムで6。で、デイジー貫突させて7でしょ？まあ、これは層を広げるためですね。魔法パーがないんで。で、ユリで8。で、アラゴンで9。で、スパーダで10。で、ルーシーで11。っていう感じっすね。で、貫突してるキャラを見ると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。今の時点で、17ですね。17体なんで、マリーゴールドに入って、貫突をさせたのが11体。なんで、層だけで考えたら、マリーゴールドに入って圧倒的にちょっと増えてるんですよね。で、
これもなんでできたかというと、ボックスにキャラがいたからなんですよね。でそういうところをこう、まあ、評価してもらって、まあ、マリーゴールド入れたかなっていうふうに思ってます。でギルド戦ってやっぱそうなんですよ。俺あのエースじゃねえや、あのルディとエヴァンと会禁止された時に何もなかったんですよね盾が。でその時にボッコボコにされたりとかしたし、ソル禁止にされたらもうほんと代わりがいなかったんですよ。だ頑張ってリオフのボード引いたし、まあここはね、あの課金しなきゃいけなかったんで、誰でもできるかって言ったらそうじゃないかもしれないんだけど、まあいかにこう、キャラを、まあ、売らないで、まあ育てていけるかっていうのが、まあ結構重要かなっていうふうに思ってます。なので、まあ多分ね、この動画を、このアリーナ動画を見てくれてる人は、多分上昇志向の強い人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、こういう話してるんですけど、まあ、このゲームはガチャ引きやすいんで、200ルビーで10連できるんで、で、アリーナ報酬、ゴールドランクぐらいから毎週10連引けるようになるんで、ただでって言ったら変な言い方だけど、プレイしてるだけで毎週10連引けるんで、毎週11体は増えていくっていう印象じゃないですか。無課金でも。で、まあそれをやっていけば、何かしらキャラは揃っていく。まあ動物の方が圧倒的に多いかもしれないけど、でもそれをいかに生かしていくかっていうのを、まあ一緒に考えながらやっていきたいなって思ってます。なので、まあ視聴者の皆さん同士でも意見出し合ってコメント欄埋めてもらえたらすごい嬉しいんですけど、まあ例えばレオとか、実は、周回に向いてる。周回のスピードを上げるのに向いてる。とか、でも育てる余裕がなかったんだよねっていうところも、でも育てるもんないから育てようみたいになった時に、効果が出てくると思うんで、なんかそういうふうにこう、まあ、かゆいとこに手が届くじゃないけど、まあ、届かせていけるような、楽しさ、ところに楽しさを見出してくれたら、まあ、すごい嬉しいなって思ってます。はい。まあ、ちょっとおっさんがね、だらだらとこう話してしまったんですけれども、何をやるかっていうと、アリーナです。で、今回自分がやってるのは、まあ、アリーナのね、第1パーティーではなくて、第2パーティーっていうのを編成して、まあ、それでマスターまでいけっかなっていうところですね。まあ、50戦やってきて9敗してるんで、結構苦戦はしてるんですけど、まあそれでも今日でなんとか、マスターたどり着けんじゃないかなと。で、マスターたどり着いたら、まあメインのパーティーに戻そうかなと思ってるんですけど、はい。まあちょっとやっていきたいなと思います。はい。挑戦する。4263の方、対戦よろしくお願いします。ここら辺に来ると強豪揃いですからね。毎週マスターで終わってる人だからね。この人だってエースレベル40だしね。耐えた。俺の封印耐えたぞ。OK。ナイス。早めに出たね。おお、向こうも来た。対抗してきた。ただ俺の前衛ね、物理免疫2体いるんでね、割とそこは爆撃支援だったら対策できてると。よく見たら盾が2人いるな。なるほどね。こうやってセイクリッドエッジでさらに下げてくると。やば、めっちゃ感電した。まあでもスキル戻ってきたからなんとかなるかな。爆撃支援がここで入って、
でも倒せないかな、下げられてるから。倒せなかったね。まあ、エヴァン倒せたのはちょっと良かったわ。オッケー、対戦ありがとうございました。縦2枚積みだったから最初の爆撃支援で落とされなくて済んだっていうのがね、あるよね。よかったよかった。さあ行きまーす。4262の方、対戦よろしくお願いします。わあ、リョフレベル34。よしよし、完璧。リョフ以外暗闇、これがね、風炎のとか怖いところよ。敵にするとうざいけど、味方にするとなんと心強い。追加しなかったな、明日か。これで免疫剥がされちゃうね。よけろ、当たった。ぜひ暗闇になった。あ、風炎は元に戻ってるわ。パイロンやられた。OK、やっとルリが動き始めた。OK。敵下から戻るときに1000ダメージ与えたね。OK。復活したところの奇襲でちょっとやられちゃったけどね。OK。なんとかこのままいけそうですね。参戦で。お、テオ様いるね。いけるか？一応このパーティーで32レベルのテオ様だったら倒せたけど。お、来た。これはちょっと集大成になればいいけど。これね、倒しとけるとね、いいのが、この後、パイロンが幻想嵐を使ったり、使うと、もう、そのまま即死なんで。あー、ルリが封じ込められた。避けた。オッケー、ナイス。でも、固定ダメージだけ食らってんの。オッケーオッケー。クリスも編成してるからね、攻撃力のバフはないっていうことでね。やべ。もう風炎がグッジョブでね、いい仕事したね。でもこれパイロンがさ、いい仕事してるよね、ほんと。初手で、倒してる。
いやるわけにはそんなはず。攻撃これならライドザライトニング。これはダメかな。あ、治った。よし。そろそろメガトンスタンプ行こうか。オッケー。いやー参ったねこれ。手を倒したけどまさかの前衛が倒せないっていう。風炎頑張れ。オッケー、いけ、いったー、勝った勝った。この耐久性の低いこのパーティーでね、なんとかこうやっていけるんで、まあ、アリーナパーティーをね、元に戻したときに、リョフバックの、で、ルディ。まあ、ここをデロンズにするっていう手もあるんだよね。デロンズの敏捷をマックスにするんですよ。そうすると、相手に手を置いても、初手を取られることないから、こっちの生存率がまた上がるんだよね。なので、ちょっとそれを試していこうかな、と思っています。デロンズ。これはね、ちょっと尺が長くなっちゃうから、次回やっていこうかなと思いますよ。で、こんな感じでいこうかなと。で、ヒットポイントは1050上がってるのと、あとデロンズは凍結対策してます。で、凍結なりにくくなれば、パッシブが生きるんで、そうなれば、まあ、リョフがね、攻撃力が上がったまま、入れることが増えるんで。いやー、これ、敏捷27、マジ欲しいわ、もうちょっと。パイロンにも暗闇を装備させとくか。いや、パイロン沈黙にしとくか。デロンズが最近増えてるからな。ほんと俺のゴミリング。毒麻痺出血。どうにもならない。沈黙リングにしとこう。沈黙が一番辛いからな。最近デロンズも増えてきてるから。沈黙しちゃったらね、幻想嵐使えないからね。幻想嵐は当たんなくてもいいし、状態上。だパイロンの強みって、ポジティブバフの解除と、あとは、一番攻撃力高いやつを石化させるってことなんで、まあ、それを活かすためには、やっぱりスキルが使える、常に使える状態。で、麻痺とか感電とかそこら辺の動けなくなっちゃう系のやつはもう量が多すぎるんで対策をするのも難しい。究極ドラゴンリングじゃない限りはちょっと難しいんで。っていう感じですかね。これでちょっといこうかなと思っております。リョフもボードで手に入れてね、だいぶ強くなったんで、攻撃力も2000超えたから。これを活かしていきたいなと思ってます。あとはね、デロンズを、あと1体、2体、まあ、よく言えば2体欲しいけど、まあ、1体でもいいから欲しいね。はい。で、
明日中に、あ、今日中に、今見てくれてる日中にね、アップロードされた日中に、夜になると思うけど、ね、出します。はい。なので、今日はメインのアリーナ動画2本になりますんで、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。今週はどこまで俺行けるかね。ちょっと楽しみなんですよね。ランクに乗って終わりたいよね、俺も。お、レインさん、63位。テオレベル34。遊んでもいいけど、これすごいよ。すげえ。4体持ってるってことか。さすが、やる。そしてフルアタか。で、前衛が、リョフ、エース、デロンズ、え？フーエンか。なんか、みんな生存力高いね。さすが。ああ、そうか。手を使ってんのか。大ちゃんも。はい。というわけでね、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。